お休みやめた。チャリモチャリモ。はい。心のナンバーワンラーメン。うん。都の城の一徹に来ました。うん。来たね。もうお昼時、連休のお昼時なのでものすごい人で。どんどん車が来てる。うん。名前を書いて、みんな車の中で待ってます。うん。一徹の何がいいって、うん、ゆで卵がただのところ一個ね。一個ね。一、うん、人一個ね、うん。もやしラーメンとネギラーメン、野菜系も美味しいし、うん、シンプルなの。やっぱスープだね。スープと麺でしょ。長浜ラーメンって書いてるけど、うん、長浜ラーメンに濃い椎茸だしが入ってるよね。うん、あ、そうなの、うん、間違いなく。間違いなく椎茸だしだと思うね。で、それがもう多分長浜じゃない。うん、うまいよ。うまいよね。スープ一滴も逃さず飲むもんね、うん、私ね。カノヤにいた頃はよく来てたけど、めったに来れない。めったに来れなくなったけど、ラーメンと言ったら私たち一徹が食べたいね。一徹の影を求めていろんなとこ行っちゃう感じ。うん、そうね。とりあえずね、うん、南九州では一徹かな。うん、他にもいっぱいいいとこあるんだろうけどね。あ、でも静かラーメンも美味しいし、ね、静かラーメンも美味しいしね。よし、じゃあ待って、あのレポートしますね、後ほど。ラーメンさんもいただきます。最後はラーメン、出たの、こんな感じで。私はもやしチャーシューです。ありがとうございます。美味しかったね。うん、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいね、やっぱり。めちゃくちゃうまい。帰りも買い玉してたね。うん、今日はやっと私、花かつおのあの、おにぎりが食べれる。あれもめちゃくちゃうまい。新ニンニンでね。あれにあの、辛い高菜を乗っけて食べて、うん、スープすすると最高の味だね。やっぱりあの、バリ方とか麺の茹で方指定とか、うん、それから、その、替え玉とか、うん、紅生姜とか、その辛子高菜がついてるところは絶対長浜ラーメンなんだよね。卵も無料？卵は違うね、長浜は。あ、そう、ないんだ。卵はないね。いやー、一徹うまいです。うまい。あの、丼の底にこびりついてる粉は多分、私はカツオじゃない。カツオじゃなくて、椎茸。椎茸の粉だと。長浜ラーメンに行く椎茸。美味しいよね。はい。最高でございます。皆さんも行ってみてください。私のおすすめは、よそでは絶対食べないんだけど、ここではもやしラーメンとかネギラーメンを食べます。サクサクポリポリで美味しいです。チャリンもはいつもラーメン。普通のラーメン。通過だ。メンツ通過だ。です。じゃあね、またねー。